手紙を出してきましょう。部屋に戻りましょう。明日は朝一のフェリーに乗ってモリアーティを追跡する。彼に気づかれていなければ。そこのお嬢さん、お待ちください。105号室のお客さんですよね。人違いでしたら申し訳ないんですけど、もしかして店名のフカさんですか？あなたは？ここでお会いできるなんて予想外でしたよ。どうやらスコットランドヤードの噂は嘘ではないみたいです。彼らがどんな話をしているか知ってますか？東から来たバルキリーは事件やトラブルと共に現れるとちょっとした冗談です。私のことを覚えていますか？面識があるはずですよ。確か先月の放火事件の時です。すみません、ここ数ヶ月はいろんな人と会っていますので私としたことが。お偉いさんとなるとそうなりますよね。自分はケント州の警部でヘンリーと申します。スコットランドヤードに使い走りをやらされたこともあります。ウィリー・パウロという悪党を捕まえに来たんです。きっとフカさんも知ってますよね。ウィリー・パウロ、以前流したデマとは違って、彼はどうやらこの方向へと逃げてきたみたいだ。しかしケント州の警察がここまで追ってきている以上、もしかしてモリアーティは、ともかく彼のことを忘れてないようですね。実は少し前にこの宿へ逃げ込んだという目撃情報を入手したんです。見かけたことはありますか？すみません、私も着いたばかりなんです。そのことについては一切知りません。ああ、それは残念です。警察庁長官にまで恐れられるほどの名探偵となればさぞ手間が省けるのかと思っていました。どうやらそうはいかないようですね。どうやら説明に一苦労しそうだ。モリアーティの組織はウィリーと連絡が取れなくなっていますから、スコットランドヤードが彼を逮捕するのも時間の問題かと思っていました。ここに現れるのは確かに想像外です。これが偶然なら。偶然かもしれませんし、フカさんが計算できていなかったのかもしれません。どのみち自分の仕事は真相を確かめることです。今から各階層を捜査する予定です。フカさん、
秘密任務とやらがそう緊急ではないのでしたら当然手伝ってくれますよね。原則上逃げた犯人を捕まえ市民の安全を守るのは警察の義務です。そんな義務に対し市民に協力してもらえる権利もあると思っています。だからといってあなたに要求することはできませんが、警察の仕事に協力することはこの国においては一種の美徳です。どうやらこの人は説得しづらいタイプのようだ。でもフィリーが出航するまでにあと7時間もある。それにモリアーティが何かしらの手段で私の行方を把握しているのかどうかも確認しなければならない。わかりました。では手っ取り早くことを済ませましょう。それは光栄です。事前に話しておきますが、事件の進捗がどんな状態であろうと明日の朝には引き続き自分の任務を遂行します。ええ、わかりました。手分けして操作するとしましょう。私は左から、深さんは右からでいいですね。はい。旅館の客にはどれぐらい事情を話せますか？そうですね、午後に金髪の人を見かけていないか、そのことさえ聞けば十分かと。外はもちろん、ウィリーを直接見かけたら一発殴ってその場で逮捕してください。そうですね、午後に金髪の人を見かけていないか、そのことさえ聞けば十分かと。外はあんな天気ですし、元より来ている人は少ないですから。はい。なんだいあんたたちは。すみません、今日の午後にこの旅館で金髪の若い男性を見かけませんでしたか？多分ないの。普段は他人のことに気を配らないんじゃ。ここの管理人かい？何かあったのかね？定期検査みたいなものです。そう焦らないでください。この後に似たような人物を見かけたら、フロントの方まで報告してください。誰だ？何をしに来た？すみません、金髪の若い男性を見かけませんでしたか？あんた誰なんだ？答える義理なんてないだろう。警察に協力しているものです。これでお分かりいただけますか？警察？嘘だろ、冗談じゃないよな。まったく、なんてこった。こんなど田舎まで来れば邪魔されることはないと思って遠路はるばる住みに来たっていうのに。質問に答えるだけです。そう時間は取りません。わかってる、面倒ごとはごめんだからな。今日は一日中部屋にいた。あんたの言うようなやつに出くわした覚えはない。わかりました。ではこの後似たような人物を見かけたらフロントの方まで報告してください。はいはい、わかったよ。本当についてないな。そちらもどうやら終わったみたいですね。さすがバルキリー、私より作業が早い。しかし収穫はゼロですから、失望させるかもしれません。私も同じです。ですがまだここに最後の部屋があります。ここは、すみません、ここは私の部屋です。ええ、先ほど見かけました。しかしプロセス上、こちらの部屋に対しても捜査を行う必要があります。
どうしたんですか？さっき出た時は鍵をかけていませんでしたが。それは確かですか？ええ、裏側からロックされているみたいです。我らが友人はどうやら最悪な隠れ場を選んでしまったようですね。彼には歓迎されてないみたいです。大きな騒ぎを起こしたくはありません。任せてください。これで大丈夫でしょう。行きますよ。これは。その目の前の状況について説明できますか、深さん。死んでいますね。どうしてここで死んでいるのかは私も今考えています。ウィリー・パウロ本人で間違いありません。確かに死んでいます。しかしこうなるとこれまで以上にあなたに協力してもらう必要があります。深さん、自分の部屋で何が起こったのかをきっちり説明できない以上、あなたは間違いなく容疑者の一人になりますよ。状況を整理しましょう。私がここに到着するまであなたは手紙を出すために105号室を出ました。約5分ぐらいですね。5分経って戻ってきた時に私に会い、それからは他の10部屋を捜査しました。ですがウィリーの行方は見つかりませんでした。そして最後にあなたの部屋を捜査しようとしたところ、ドアに鍵がかけられていることに気づき、一緒に突入するとウィリーの死体が転がっていました。確かにそうです。つまりたった数分間で死体がキノコが生えるかのように部屋に現れたんですね。はい、私も不思議に思っています。こちらの意見を聞いてみますか。スコットランドヤードに詳細を報告してきます。その間この部屋を離れることはお勧めしません。先ほど重要な調査任務があると言ったはずです。明日までに目標の隠れ家へたどり着けなかった場合、手がかりが途絶えてしまいます。こちらにとっても同じですよ。人命をほったらかしにしてしまうと我々警察がつないできた正義が途絶えてしまいます。なるほど。では明日の船が出航する前に先にあなたの正義を捕まえるというのはどうですか。夜明けまでに事件を明らかにさせて自分の潔白を証明しましょう。そうすれば先にこの場を去っても問題はありませんよね。いいですよ。私はドアの鍵ほど丈夫ではないので強硬手段なんて取れません。お好きなやり方でどうぞ。理解していただきありがとうございます、警部。次は都政の羽を使わずに全て解決できることを祈りましょう。殴打された跡が全身のあちこちにある。虐待されていたみたい。彼は以前どこかに監禁されて拷問を受けていた。しかしこれほどの傷をつけるにも手間がかかるはず。ついさっき危害を加えられたのなら、どうやってこんな短時間でこれほどの傷を負わせたんでしょうか。とっくに殺害されていたとしたら、なぜ犯人は死体を私の部屋まで移動させたのか。おかしい。前にこの時計を確認した時、針が正確に動いてたはず。何かが振り子にぶつかったのでしょうか。となると
事件の発生時刻を推測できる。いいえ、そうとは限らない。どちらにしても事件が起こったのは出かけていたほんのわずかの間だけ。それに死体の位置から見れば、その時に何かがあったとしても時計には影響しないはず。ではどうして遅くなっているんでしょうか。ここにある手がかりで彼の行動を再現したところで、以前の予想とあまり変わらないでしょう。ロンドンから逃げ出した後は東に向かっていた。しかし逃亡中、ウィリーはずっと何らかの導きを受けていた。モリアーティから。なぜこの捨て駒に。それにこの人はなぜ証拠をわざと私の部屋に置いたのでしょうか。空白の便箋が散らばっていて、こぼれたインクも乾いている。手がかりがあるようには見えない。随分と早かったですね。フカさん、何か見つけましたか。手がかりを整理するにはまだ少し時間が必要です。急いだ方がいいですよ。すでに同僚たちがこちらに向かっているところですから。ええ、ただ客と管理人を含めてこの旅館に泊まっている人の情報を提供してもらえますか。がっかりするかもしれませんよ。この旅館は元より人が少なかったものですから、客が3人、それに加えて管理人が1人、それくらいです。105号室の深さん、106号室の男性、111号室の老人、誰一人としてウィリーを見かけていませんでした。おそらく裏口か窓から入ってきたんでしょう。とにかくフロントに座っていた管理人は何にも知らないようです。話によれば彼女は乗馬でうっかりお尻に怪我をした哀れなおじに代わって管理人をやっているだけです。しかも今日が初日だと。106号室の客人は画家、少なくとも自分はそう思っているようです。彼は静かな場所で捜索するために友人に勧められてこの偏僻な旅館を選びました。経歴上特に怪しいところはありません。彼から聞いた話だと、約数時間前、確かに隣の部屋から低くくぐもった音が聞こえてきたようです。この証言についてもちろん彼に質問してもらっても大丈夫ですよ。ただ嘘をついているようには見えませんでした。数時間前、その時部屋にいたのは私だけだから本当の話ではない。ただ例外があるとしたら。いいえ、だからといって今すぐ嘘かどうかを試す必要はない。ここはつい最近学んだ彼のやり方で問題を解決するとしましょう。111号室の老人となるとちょっとおかしな話になりますよ。階段から一番近い部屋を指名したようです。若い時に逃してしまったデートの約束を果たすためだとか、どうも老いぼれらしい話をしてました。彼は廊下の様子をずっと気にしていたようですが、ウィリー・パウロがいつ来たのかについては確認できていませんでした。目が悪いので基本は耳に頼ってたそうで。そして最後は深さんです。管理人はあなたがチェックインした記憶はないと言いつつも、確かにここに住んでいるとも話してました。相当おかしいですよね。彼女は確かに頼りなさそうだったから無理もない。111号室の老人が言ってた深さんの靴の音、106号室の若い客はあなたの部屋からおかしな音が聞こえたと証言している。こうもなると正直いろいろと想像せざるを得ませんね。言いたいことはわかります。ご安心を。もしそれが私なりのやり方でしたら、あなたは私と会ったことすら覚えていなかったでしょう。気にしないでください。とにかくあなたの同僚が到着するまでに真相を暴いてみせます。ここ数ヶ月の間、私と私のパートナーが毎回してきたように。ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、
強行手段を使ってドアを開けようとした時、鍵がかかっていた。つまりドアは裏側から鍵がかかっていた。でも部屋の中には生きている人間などいなかった。なら鍵はどうやってかけたのでしょうか。それに鍵をかけた理由は、そうすることで何かメリットがあったとか。ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、部屋を離れた5分間で突然部屋にウィリーの死体が現れた。それに傷つけるのに長時間はかかる跡が残っている。普通これほど短時間のうちに人を殺害して死体を運び込むような行為はヴァルキリーですら難しい。ただもしこれが短時間で起こった出来事ではなかったら、ウィリーの死体が最初から現場にあったなら、仮にそうだとしてもどうやって私の目を欺いたのでしょうか。ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、11部屋もあるこの旅館には105号室の他に106号室と111号室にも客が泊まっていて、それぞれ階段口と現場の隣の状況を証言している。この位置関係、偶然にしては出来が良すぎる。しかし何か意味があったとしても、待って、どんな順番で客室を調査していたのでしょうか。確か、ゆっくり考えてみましょう。今現在特に怪しいのは、となるとさっきズルをしなかったのは私の失策。ここが105号室ですね。106。107。108。深さん、どうかしました？それでここから1、2、3、4。なるほど、全部わかりました。このトリック簡単といえば簡単ですけど、確かに有効です。ほんの一瞬ですけど、なりふり構わずここから逃げるんじゃないかと思いましたよ。いえ、さてどこから説明しましょうか。先ほど105号室で逃亡犯ウィリー・パウロの死体を見つけました。105号室の客としてもちろん容疑をかぶる羽目になりました。しかしあなたの視点から見ても、私は容疑者ではないはずですよね。私は部屋の客人で、部屋には被害者がいた。このことが間違っていたらどうでしょうか。少なくとも3つの角度からこのことを論破できます。部屋を離れる直前に机の前で手紙を書いていました。その時に使っていたインクは机の上にあったものです。このことは手紙を渡した新聞の売り子に証明してもらえます。しかし現場にあったインクはこぼれていて、すでに乾いていました。たった数分間で一瓶分のインクを固まらせるなんて明らかに不可能です。となると答えは一つしかありません。それは使っていたインクではないのです。現場にある机の上には乗船チケット、紙切れ、現金などが散らかっていました。そこにウィリーがいたのならそれくらい残してもおかしくありません。私はそう思っていません。部屋を離れるまで机の上には何も置きませんでした。私がいないうちにウィリーが潜入していたのだとしたら、自分のものを残す必要なんてありません。ですが一つ例外があります。他人の部屋だと思っていない場合です。以前自分の部屋の時計をちゃんと確認したことがあって、
その時は正確に動いていました。しかし死体が見つかった部屋、そこの時計には問題があります。うっかり何かをぶつけてしまったなどのアクシデントを除けば、明らかに時計はちゃんと動いていないことになります。つまりもともと同じ時計ではないのです。先ほどの話を合わせると、ある事実が明らかになってくるんです。死体を見つけた部屋は私が住んでいた105号室ではありません。もっと具体的に言うと、ちょうど向かい側の線対称の位置にある107号室です。別に難しいことではありません。旅館の廊下はもともと円になっていますから、部屋番号が書かれている紙を逆の順番、つまり反時計回りを時計回りにしてルームプレートに入れれば、ここに詳しくない私を騙せます。そうすることで左手の5番目にある105号室は107号室になり、本来の107号室は105号室になったのです。たかがプレートを入れ替えただけで部屋を勘違いさせることができるんですか？万が一勘で正しい方向へ行ってしまったらどうするんです？それに先ほどはご自身が泊まってた107号室も調べましたよね。確かに不思議に思うかもしれません。ですがちょうど他の任務を遂行中でしたから、自分の部屋に誰かが生活した痕跡を残さないようにしていました。つまり秘密裏の行動に慣れた私に対するとっておきのトリックです。さらに犯人はもう一つことを成しています。巧妙に私を階段の方まで誘導し、11から部屋を数えさせる。数字を逆に数えることで何個目の部屋なのかに対して私は鈍感になってしまいました。105号室と107号室はもともと奥に位置する部屋です。それに加えて夜遅くなると細部に存在する差に気づきづらくなり、判断を誤ってしまう可能性がより高まります。そして犯人は自ら間違った105号室の前に立ち、警察として私にここが105号室だと教えてくれました。こうして最後の誘導が終わり、トリックが完成したのです。深さん、警部、実に残念でしたね。私が手紙を出しに行っている間にあなたがプレートを入れ替えたのです。そしてこのやり方で死体が置かれている107号室まで誘導しました。他の客に関しても106号室は対照軸の位置にあったので、プレートを入れ替えても位置は変わりません。111号室は101号室に近いため、視力が弱いご老人は階段の隣にあるかどうかだけを気にしていました。確定的な調査が行われたなら、警部と比べればあの頼りない管理人や法から罪を問われない私の犯行の可能性がよっぽど高い。だからお茶を濁して裁きから逃れようとしたんですね。違います深さん、根拠もなくそう疑われては困ります。根拠がないわけではありません。全てを証明できる方法があります。この事件で一番疑問に思ったのは、なぜ偽の部屋に鍵をかけたかです。しかしあの時の行動を思い返してみたら、全てが明らかになりました。鍵をかけないとこの後現場が封鎖された際に鍵が合わないことに私が気づくからです。そうなると部屋を入れ替えたことがバレてしまうから、鍵をかけることで強行手段でドアを壊す理由を作ったのです。本当の目的は鍵を破壊して107号室だと気づかせないことです。言い方を変えれば、今の107号室、つまり私の本来の部屋は目の前にあるのです。私の持つ鍵で扉を閉めることができたら。私の負けですよ。
私が彼と同じく自分の任務を全うするためにウィリーみたいな人間の死を適当に扱ってことを丸く収めるとでも思ったのでしょう。でも自分で計画のすべてを考えたというのはおそらく嘘だ。ズルをした私はそれを確認できた。全てがモリアーティの計画なら私が確実にこの宿に泊まりに来るようにしないといけない。それに泊まり方とスケジュールを把握する必要がある。もしかして手紙を読んだ？いえ、それはありえない。先ほど出してきたばかりでその後すぐに警部と会った。ならモリアーティはずっと私をつけてきていたのでしょうか。あの新聞の売り子、私がここにいることを知っていて手紙を書き終えるまで旅館の入り口でずっと待っていた。このトリックを考え出す時間と条件を備えていて、それを助け舟として警部に出したのでしょう。つまりあの子がモリアーティ本人。子供？これが真相に違いない。いえ、以前彼に会った時手元にはハガキがあった。そこがもし彼の向かう場所だとしたら挑発なのでしょうか。ライヘンバッハの滝。